ようこそ諸君、スーパーヒーローハイスクールの年に一度のプレゼント交換会へ。奇妙で原始的な人間の儀式を楽しんでくれ。それでは。プレゼント交換って何？プレゼントって普通は奪うものじゃない？ああ、そっか。レイブンは今年が初めてだったね。とっても簡単よ。一人ずつプレゼントを開けていくの。盗むことが2回できて、交換っていう私の合図でみんなプレゼントを交換するのよ。超面白いよ。盗むところが特にね。ああ、もう少しでこの中の誰かが私が包んだプレゼントを受け取る喜びを得られるのね。まあ、本当は自分で包んでないけど似たようなものよ。スターサファイア、あなたよ。これがいい。見て、完璧なラッピング。それあなたが持ってきたやつでしょ。ええ、最高のものしかいらない。次は私の番。これがいいかな。それがいいと思うよ。ハーレー、なんでチクタク言ってるの？まさか。チクタクの訳は開けてみたらわかるよ。やめとく。代わりにこれにしよう。次は？なんで誰も取ってくんないわけ？ビビりすぎだってば。ハーレイの番よ。ラッキーだったね。あれがラスト1個だよ。ほら君の番。ああダメダメ、今回は逃がさないんだからね。盗んだ盗んだ。やめて、私のプレゼント。誰が持ってきたのか知らないけどね。盗んだ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 。もうやめて、私の大好きな言葉なんだから。そっか、交換。アザラスメトリオンジント。もう誰も盗めない。チクタク、ほら急いだ方がいいよ。これ時計？マジになっちゃってさ。みんなの顔ほんと笑えるんだけど。スターサファイア空っぽだけど。ラッピングにお金を全部使っちゃったの。でもほら、来年また使えるでしょ。リサイクルできるものは嬉しいわ。毎年こんな感じなの？まあそうね。ハーレー、これって私の時計じゃない？それが何か問題でも？クリプトン星の冬の祝日はね、あの星に生えてる木にクリスタルをたくさん飾るんだ。夜空の虹の下でキラキラ光るのを見ながら家族でプレゼントを贈り合うの。夜空の虹ですって？それってもしかしてオーロラのこと？オーロラって誰？人の名前じゃないわ。北極や南極で空に虹色のカーテンができる現象。ところで今日ケント夫妻は来るの？農場が忙しいから無理だって。確かトウモロコシの。ぶち壊すつもり？ごめん、パパは点灯式に来たの。玄関から入らなきゃダメじゃない。うん、じゃあお詫びの印に派手に行こう。火じゃなくて明かりをつけるのよ。消すわ。皆さん、集まって。来てくれたんだ。もちろんよ、何があっても来るわ。あ、お母様、会えて嬉しい。どうぞ、うちの家族からの差し入れ。せっかくの祝日に一緒にいられないなんて寂しい。地球は素敵だけど、クリプトン星じゃない。そうだ、オーロラを見ればきっと。
3、2、1。外に戻ったみたい。ふるさとだと？何を言う。ここは俺の土地だぞ。さっさと出て行け。キャプテンコールド、ベルレーブ刑務所にいるはずよ。クリプトニアンクリスタルじゃねえか。この石のことを知ってるの？地球上にクリプトニアンクリスタルほどパワフルなものはない。そいつを使えば海を凍らせて次の氷河時代に突入させることもできる。絶対に渡さない。クリプトナイト。さあそいつをよこせ。そうすりゃ手荒な真似はしないよ。さあクリスタルを俺によこすんだ。私の友達から離れて。スーパーヒーローガールズか。よし、雪かきスタート。観念しなさい。ああ、わかった。なんて言うか。スーパーガール、何があったの？クリプトナイトよ。してくるな、この…あ、誰だ？知らないなんて遅れてるわね。スーパーヒーローハイスクールの新顔、名前はメラ、水を操るの。凍っててもね。ねえ、どうしてここが分かったの？あなたのブレスレットよ。飛んでく姿を見たから追跡したの。愛する人がそばにいない祝日は寂しいもんね。ありがとう、バッドガール。それにね、あの後すぐにケント夫妻が来たの。やっぱりあなたと過ごしたいって。おばさま、あなたを心配して大変だったんだから。それですぐに来てくれたんだ。氷みたいに冷たい女だな、フロスト。絶対レイドのあんたに言われたくない。悪あがきはやめたら。やだね。せいぜい頑張るのね。永遠に走り続ければいいわ。お、よ、ワンダーウーマン、やるよ。はぁ？そこを動くな。動いたらこのクマを撃つぞ。わかった。絶対に動かないわ。そんな。最高のチームワーク。ここはとても素晴らしいところね。ああ、まさに私にぴったりの場所だわ。それにしてもなぜ点灯式を抜け出してこんな寒いところに来たの？ここはクリプトン星に似てるような気がして。キャプテンコールドはこれを使えば海が凍るって言ってた。でもママがそんな危険なものを作るとは思えない。ご両親ね、二人ともずっとあなたのことを愛し続けてる。とても素敵なお城だわ。これからはいつでも来られるわね。
まるであなただけのクリプトン星みたい。ええ、でもいいものを分かち合ってこそ意味があるってママは言ってた。だからここはみんなのものよ。私たちの絆の証。ああ、ハグしましょう。戦え恐れずなんで。